どうもだるいもんです。今日はこれから犬を連れてぐるーっとドライブに行きたいと思います。まあ今日もこんな感じでだるーいゆるーいブログスタートです。ではよろしくお願いします。サギがお店開くの待ってますよ。じーっとお店の中見てます。ちょっとお魚を買ってくるので待っててください。なぜかそこにサギがいる。なぜ？実は小田原港に来ております。ちょっとアジを買い出しに行きました。港に猫はつきものですね。なんかそこら中に猫がいるので、とりあえず時間つぶしに猫を撮影していきたいと思います。あそこにもいる。やべ、猫に発見された。さすが漁港、そこら中に猫がいますね。見えるかな？あそこにもいるんですよ。なんかこの猫、シクタが出てる。小田原湖、猫いっぱいです。なんかタボッコして気持ちよさそう。はい、はい、どうぞいらっしゃい。さばいてくれるのかしら？そういたします。ああ、じゃあこれを買って、サンマ漁師さんやろうか。あ、よろしくお願いします。はい、あとイカも欲しいな。イカ、いっぱい欲しい。魚美味しそう。なかなかいい買い物ができたので、これを持って帰りたいと思います。あ、でもちょっとその前に、何だったっけ、また忘れちゃった。港の駅だったっけ。次のところに向かいたいと思います。ただいまここに来てるんですけど、なかなかいい感じです。お店の中はすごい。これ違うか、石鯛の丸ごとのこんな煮付けがある。ヒラメの丸ごとの煮付けとかなんかすごい、金目鯛の煮付けもなんかうまそうだな。サバ餃子だってなんか美味しそう。でもあんま買ってっても食べられないから、まあこんなもんでいいかな。奥さんまた爆買いしてます。どうします、どうします。これまあなんかどんどん買い込んでるよ。カゴ持たせちゃダメでしょ、これダメでしょ。なんかこうお茶漬けの素とかあるけど美味しそうだな。1個100円だって。そうそう、お茶漬けの素。あ、そうそう、こんな感じでうまそう。でもあなた食べ過ぎだからやめてください。お茶漬けはいいんだ。お茶漬けはいいんだって、なんダメに決まってんでしょ。もうこの辺で勘弁してください。あの人にカゴ持たせたら危険です。あなた買いすぎですよ。いや俺よりあなたの方がカゴに入れてましたから。いやいや、ああ、また奥さんが言い訳をしております。では買い物も済んだので帰りたいと思います。なんか2階の食堂やってるらしいんですけど、奥さんがこれが食いたいとか言ってるんですけど、こんなの食えるわけないじゃないですかね。5000円ですよ、5000円。無理っしょ。食べれるのこれぐらいかな。いや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 、まあでもお腹空いてないんで、また今度来ますか。今度これよろしく。いや今度もその値段はないです。ホットサンド買って帰ろっか。しらすサンドにしよう。ちょっと名物だからって書いてあるから、しらすサンドで。じゃじゃーん、しらすのホットサンドいただきたいと思います。
2つに分かれてるぞ。あ、こんな感じ。こんな感じってね、どんな感じ。あ、匂いはいい匂いですよ。中身はこんな感じです。シラスとチーズと大葉かな。大葉っぽいよね、うん、ネギかな、わかんないけど、とりあえずいただきます。レタスでした。うん、うん、まあ美味しいです。グーということで、今日も一日ドライブでした。ぐるーっと回って疲れました。ちょっとね、途中天気が悪かったりいろいろしたんですけど、愛知を楽しかったです。そしてこの音は車の雑音でちゃんと撮れてるのかちょっと心配。まあ多分この止まってる時はね撮れてるんで、よかった。良かったって何が良かったの。なかなかね、喋りがね、上達しないですね。喋り続けないと無理ですね。まあこれからね、とりあえず東名に乗って自宅に帰りたいと思います。で、伊勢原の新しくできたインターから降りて帰ってみたいと思います。まあ、今日もこんな感じでとりあえず終了です。お疲れ様でした。まあ、本当に終わるかどうかは分かりませんが、もしよろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。左側から伊勢原の出口まだ行けないみたいです。そしてなんか虹が出てる。先ほど小田原で買ったアジをアジのたたきにしております。奥さん頑張ってください。ちょっと暗いから美味しそうには見えませんが、新鮮なアジです。こうやっていくんだろ。初めて皮、なんていうのこれ、皮引き、わかんない。なんかわかんないけど、皮や、なんか初めてやったけど、うまくいきました。ちょっとでも難しい。